これはお医者さんもそうです、それ以外の職業の方もそうですけど、なかなかこう自営業とか、それからまあ詳細なことをまあやっぱおっしゃらないっていうのは、やはり感染したことに対する社会の目というか、そういうのはあるんだろうと思います。僕はあってはならないと思ってますし、その感染する人が悪いわけじゃないですから、感染した人が悪いみたいな風潮は絶対ダメだと思いますし、まあ、それを変えていこうというので、お医者さんに対する誹謗中傷は絶対ダメだというので、今回もずっと発信をして、いろんな基金の制度とかもやってきましたけども、やっぱりここは引き続き発信をしていきたいと思います。ただ、やっぱりこれの問題を突き詰めて考えたときに、指定感染症であることを、まあ、ずっと維持するかどうかというところも、やっぱり僕は考えなきゃいけないんじゃないのかなとは思っています。指定感染症である以上ですね、保健所にまあ報告をし、そして、その保健所でまあ全部行政として把握をしていきます。で、そのコロナが出たというのは、その例えばクリニックとかで出たら、それは風評被害を受けるんじゃないかというので、まあ、ある意味言わないでおこうというのも、これは形容する側からしたら、これはまあ、あり得る話なので、ただ例えばインフルエンザとかが出てでも、それは指定感染症じゃないですし、よくある流行でも、インフルエンザで死ぬ人もいる、亡くなる方が1000人以上毎年いらっしゃいますから、実は亡くなっている数はコロナの数が多いんですけど、コロナ自身がやっぱり指定感染症として、非常にまあ危険な、ウイルスであると、まあ、もちろんやっぱ致死率を見ると一定の層にとってはかなり危険な致死ウイルスであることは間違いないわけですが、そこの社会の認識っていうのが変わらない限りは、やっぱり自分がコロナに感染したときに、ね、例えば病院とかクリニックを経営されている方は積極的に行くかっていうと、そこは一つ確かにハードルはあるかもわからないと思います。まあ、そういったことを極力なくしていくということが大事だし、コロナにかかること自体は誰だってあるんだ、まあ、僕だってあるし、みんなだってある、まあ、そういうことなんだっていうことを社会全体の共有の認識に、ぜひ変えていきたいと思っています。前回第1波の時っていうのは、まず8割削減しないと大変なことになるというところからのスタートで、外に出る時も病院に行くとかそういうこと以外は基本的に家にいてくださいということが大きな方針、そしてそれに対する、まあ、休業制についても生活に必要なもの以外は基本的には広く休業制をお願いをして、この第1波を乗り越えたという経緯があります。で、第2波については今その分析もしてますが、やはりそれがどれぐらい効果があったのかっていう専門家の意見も、それぞれ意見も分かれているところもあります。それから社会に与えるダメージっていうのが強烈に強いというのも、これはもう周知の事実だし、これからさらにそのダメージの影響力っていうのが出てくると思います。そう考えたときに、やはり社会に対するダメージっていうのは最小限に抑えながら、感染症対策を最大化させるっていうのをまず背骨の思想にしていきたいと思います。そう考えたときに、休業要請というのは前回みたいに全てをかけるというよりは、まずはそれ以外の方法で感染をできるだけ抑えていけないかっていうのを進めてやっていく。だからまず第1波、第2波を抑えるのが一番大事。それでもそれが抑えられなくて第2波が起きることも想定しなきゃいけない。で、起きたときに、どうもこれは第2波が起きたとなったときに、それを大きな波にしないために、まあ、前回はとは違う、休業要請のお願いする範囲っていうのはかなり僕は絞り込んでいくべきじゃないかと思ってます。で、絞り込む中身としたら、やはりこのクラスターがどうもこれ発生して、そしてここで感染が広がってそうだというところにできるだけ絞り込みをかけていく、休業要請のやり方っていうのを今検討している最中です。そうですね、接待を伴う飲食店とか、あるいはその今昼間のから昼からなんかでは高齢者の方も行って出てるというのをお聞きしてますから、今やはりその感染者が出てる形態の中が一つと、もう一つはその形態の中でも対策をきちんと取ってるところと取ってないところがあります。ガイドラインを守ってきちんと取ってるところまで休業要請をお願いするのかどうなのかっていうのも一つ論点としては僕はあるんじゃないかなと。そういうふうにきめ細かく絞っていくという、効果的な対策を取れないかっていうのを今考えてます。それから夜の接客とか飲食店でもいろんな
あのジャンルがありますから、一括りに今なっちゃってるんですけれども、最も効果的な対象は何なのかっていうのもやっぱり考えなきゃいけないし、やっぱり段階的に休業要請をお願いしていく、前みたいに一気にバーッといくんじゃない、その時点で最も効果的なものっていうのは考えていきたいとは思います。それから大阪モデルの中に経営値モデルを考え方を採用した指標も一つ入れ込もうとしてますけども、そこの感染の拡大の角度、スピードですよね、それも非常に重要だと思ってます。スピードが速ければ一挙に感染者が増えて、前で医療崩壊してしまいますから、その感染の角度を今キャッチするので、昨日も随分議論しながら今検討を進めてますから、感染の角度が非常に高かったら、前回の波より明らかに高いよ、で大阪の医療の重症病床を超えるよというようなことになったとしたら、クラスを発生させないときにも少し網目を広げていくっていうこともありますから、そこの兼ね合いじゃないかなとは思います。まあ、最終的にはやっぱり医療崩壊を防ぐっていうのをもう最大の目的にして、そこで命を守るっていうのを目的にしながら、ただゼロリスクを目指すと社会経済を全部シャットダウンすることになるので、そっちのダメージリスクも大きすぎるので、医療崩壊を守るっていう範囲の中で効果的な休業要請とか効果的な感染症対策をできるだけ取って、社会はできるだけ動かしていく、ここを非常に難しい課題ですけど追求していきたいなと思います。この検証をやらなかったら、もし第2波らしいものが来た時にまたみんな休業要請がかかる、同じことをすることに僕はなるんじゃないかと思っています。そのことに最大の危機感を感じています。第1波の時はやっぱりニューヨークとかヨーロッパでああなってるし、なんとか抑え込むことに必要で、初めてのことで分からなかったから全員で抑えるとなったら僕は正解だと思ってますし、それに効果がないとは思ってないですが、この分析っていうのは今できる状況になっているので、ね、今こそちゃんとやっぱり分析しないと、また例えば秋冬数が増えてきたら同じことになると思います。